中国人民武装警察部隊、中国人民武装警察部隊、中国人民武装警察部隊、部系は、中華人民共和国の準軍事組織、国内軍内守国家憲兵として、国家の軍事力、武装力量の一翼を担っている。部系の祖となるのが、1949年9月29日の中国人民政治協商会議共同公僚で、 規定された人民公安部隊である。国境内戦の戦闘終結後には人民解放軍の将兵十八万名が公安部隊に関されることなり、1 9五十年十一月には河北や戦軍第二十兵団の司令部を機関として公安司令部が設置された。十二月以降、地方公安部隊の指揮、管理、教育は大軍区の公安司令部が行うこととされたが、 32万名以上の部隊の指揮が各体軍区に分散されているために多くの不合理があった。このため、1951年9月、人民革命軍事委員会は全国の部隊を人民解放軍公安部隊として統合再編すること決定した。その後、朝鮮戦争の終結に伴う軍縮の一環として64万2千名を数えた。 公安部隊も1952年6月末までに約10万名を削減した。そして軍縮に続く軍近代化再編の一環として1955年7月には人民解放軍公安軍に解消されて人民解放軍の一軍種として位置づけられた。この際に各県の公安部隊を人民武装警察として地方公安機関に関し、 一般警察部門と集団警備力の分化が図られた。しかし1956年9月の第8回党大会で国防費、行政費の支出削減が急務取れたことから、1957年9月より公安軍司令部は解放軍総参謀部警備部として縮小再編され、部隊も急称の人民解放軍公安部隊に服した。国防費削減を受けた。 軍組織のスリム化に伴い、1959年1月には、地方公安機関の指導下で、中国人民武装警察部隊が設立され、武系は公安部の指揮下となった。しかし、軍の影響下からも脱却できず、中国武系の特徴となる二重支配の端緒となった。また、1963年には、人口に会社していた公安部隊の名称が復活し、 中国人民公安部隊となった。だが、1966年に文化大革命が始まると、人民解放軍に統合され、人民公安部隊は一旦消滅した。しかし文化大革命の熱気が収束していくにつれて、軍文区県主中隊が公安部門の指揮下に戻り、人民武装警察を称するようになった。文化大革命期の軍組織、機能の肥大化は、 弊害が大きく、東商兵の復活とともに、揺り戻しが始まった。この一環として、1982年6月、中国人民武装警察部隊の組織を決定した。1983年4月5日には、内部部局として、中央軍事委員会の令下に、部系総部が設置された。部系は、国務院と中央軍事委員会から二重の指揮を受けていたが、 2018年1月に中央軍事委員会に一元化された。2006年国防白書で実施部隊は下記の3系統に大別された。武装警察部隊の司令部となる部系総部は北京市に所在しており、内部部局として司令部、政治部、公勤部、装備部が配されている。国家中央軍事委員会の指揮下にある、従来、 第一政治委員は公安部長の兼務となっており、これにより公安部からの指導を受ける体制となっていた。その後、2017年12月の党中央委員会の決定により、武装警察部隊は国務院の系列から外れ、中央軍事委員会に一本化されることになった。武警総部の直轄式を受けており、主として集団警備力として運用される。 小休行政区、小、直轄市、自治区及び新京生産建設兵団ごとに、計32個総隊が設置されている。総隊長は、仏慶少将または、仏慶大公、総隊第一政治委員は、各行政区の現地政府公安庁、局長が兼任る。また、下級結節として、地球行政区、地区、副小休止、地球市、自治州ごとにしたが、その下には、 研究行政区、県、研究仕事に、大体内し中隊が設置されており、こちらも、各行政区の現地政府公安省、局の指導を受ける。空港や橋梁など重要防護施設や、都市の武装系ら、民生支援及び災害派遣を任務とし、戦時には、軍の支援に当たる。なお近年まで、文民警察たる、人民警察、民警の警官の武装は、 概ね凶悪犯権拒否などに限られており、警備警察的事案で武装要員による対応が必要になった場合は、武警が対応していた。1997年から1999年にかけて人民解放軍の兵員削減に伴い、14個師団が部隊編成を保ったままで、武警総部の霊下に移行して、機動師団となった。 国内軍としての性格が強く、組織、装備、訓練は、人民解放軍の不評手段と同様である。1977年のルフトハンザ航空181便ハイジャック事件や1980年の中英イラン大使館選挙事件を受けて、公安部は1982年にハイジャック対策部隊を編成して、イテロ作戦に着手した。この部隊は、 1983年に武家に冷蔵えされた後、1985年にはとして改編されて、対テロ作戦の研究教育機関としての役割を帯びるようになった。ただしその後も、実動にあたる特殊部隊、早草突撃隊としての役割も兼ね備えている。また、それぞれの地域で発生した凶悪犯罪に対処するため、 局地警備部隊の総体内視主体ごとに、スワット部隊である特勤部隊が設置されている。都市部では、部系ではなく、公安民警の特殊警察部隊、公安特警が担当することが多いが、首都である北京市では、北京市公安局の特警部隊とは別に、部系のでも特殊部隊として、第13主体第3特殊任務大隊、雪き突撃隊を編成し、 首都圏ともされる河北省でも点検突撃隊が編成されており、雪氷突撃隊や天根県突撃隊はで優勝するなど中国の特殊隊では再生鋭の部類とされる。建設工兵にあたる基本建設工程兵を起源として資源、インフラストラクチャーの開発及び施設警備にあたる部隊であり、部系総部の指導管理を受けつつ、2018年まで、 国務院の関係部門の指揮を受けていた。国土資源部の指揮下に、近郊の地質調査や発掘にあたる。国家林業局の指揮下に、森林火災対策及び森林資源保護にあたる。また、森林防火に関する中央指導機関として2006年に設置されたの指導下にもある。1988年に、国立交渉、吉林省及び内モンゴル自治区の 武装森林警察を編入して設置された。森林指揮部の下遼寧省、吉林省、国立高省、内モンゴル自治区、雲南省、四川省、福建省、甘宿省、チベット自治区及び新疆ウイグル自治区に森林総体が設置されている。水利部の指揮下に大規模ダムや水利施設の建設にあたる。交通運輸部の指揮下に 通常は道路の建設、維持にあたる。は、司法警察権を与えられた国家憲兵にあたる部隊として、原則的には公安部の指揮下にあり、軍政及び広報支援部門の未部係争部の指導を受けている。は、国境警備隊であり、の指揮下にある。国境地帯の警備や密貿易の取り締まり、入国管理、中国語では、辺境検査業務を行っている。 沿岸部の総体には沿岸警備隊にあたる海警部隊が編成されていたが2013年3月の気候改革で国家海洋局参加の中国海警局として統合運用されることになった。は消防防災組織でありの指揮下にある。中国では多様な消防組織が並立して活動しているが公安消防部隊はその中でも 中核的な役割を果たすものとされている。編成は、内ち守る部隊の局地警備部隊と同様で、小級行政区ごとに、公安消防総体が、また地球行政区ごとに主隊が、研究行政区ごとに、大体、中隊が設置されている。は、要人警護部門であり、の指揮下にある。党、政府の要人及び、海外要人の警護を任務としており、 実質的に経営どころと同一組織とされている。なお、党中央委員会施設及び政治局常務委員の警護については、公安部急局、党中央弁公庁経営局が担当している。武装警察部隊は、準軍事組織のため、制約の多い人民解放軍と異なり、国外から容易に最新装備の調達が可能であり、 各国の文民警察機関との交流も盛んであるため、その装備、訓練は、欧米や日本からの影響を強く受けている。特に、打ち守る部隊の装備は、非常に充実しており、一般的な防動値が強い装備としての盾、コンボ、電気警防、催涙弾、ゴム弾、放水銃といった、基地姿勢兵器の他に、 武装したボートやテロリストを制圧するための各種火器や走行兵員輸送車などの大型装備も有している。航空機からのエアボーン、空挺やヘリボーンなども行われており、相手がかなりの重武装あるいは大規模暴動であったとしても、これを余裕を持って鎮圧できるだけの装備を有し、チベットや新疆などでの暴動鎮圧やテロリスト制圧を通じて、豊富な実践経験をせきでいる。 武装警察は外国のメディア報道では人民解放軍と混同されることが多いが、ワッペンや階級章が独自のデザインとなっている点、また、制帽、制服、盾などに2本の応戦が入る点が人民解放軍と異なる。現行の階級、制度は人民解放軍と同様に1988年から実施されている。1998年に、 可視館の階級故障の全面的変更などの制度改正が行われている。故障は人民解放軍の階級の前に武家を冠する。西軍、少々級以下の捕食は人民解放軍に準じる。1989年6月に発生した天安門事件に際して中国は正規軍部隊の下機、装甲車両を投入した鎮圧を行って、 多数の死傷者を出し、国際的な非難を浴びたため、基地姿勢兵器を中心とした、暴動鎮圧能力や、鎮圧行動に際しての情報収集能力を、武装警察部隊に付与することが図られた。また、国際的なテロ活動の脅威が高まる中、テロリスト制圧部隊の新設や、北京オリンピック、上海国際博覧会など、国際的な大規模イベント会場などでの、 警備活動も武装警察部隊内に専門部隊が置かれて対応が図られており、2008年8月には、新疆をウイグル自治区で発生したテロ事件の容疑者の拘束に際して容疑者側が抵抗したため、6人を射殺、3人を拘束したことが報道されている。この時殺害された容疑者の中には、ウイグル族テロ組織の幹部も含まれていたという。 2008年3月にチベット自治区などで起きたチベット族による暴動でも武装警察部隊が鎮圧に当たり、同年5月の四川大地震では災害復旧活動に当たった。なお、2008年に世界中で開催された北京オリンピックの聖火リレーには武装警察学校、幹部候補生育成学校の生徒から選抜された警護グループが編成され、 成果に随伴して走る姿が各国で報道された。近年では武装警察部隊の有するボート鎮圧や対テロ警備のノウハウが中国の援助を受けている諸国の要望に応えて輸出されていることでも知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。